藤武彦は、京都府京都市出身の元プロ野球選手。2014年限りで現役を引退してからは、母校の日本体育大学で、投手コーチを務める傍ら、同大学の大学院で修士の学位を取得している。京都市立藤森中学校への在学中に、京都ビクトリーズに所属。3年時には、エースとして、全国大会での準々決勝進出。 全日本選抜の一員として、世界大会での3位進出を経験した。中学校からの卒業後に、京都外大成高等学校へ進学した、一年時に右肘を故障。投球のたびに、肘のしびれで、マウンドから本類まで投げられない状態だったため、一類手としての、守備練習をこなししながら、筋力や足腰の強化に励んだ。 右肘の痛みが癒えた2年次の夏からベンチ入りを果たすと3年次夏の第89回全国高等学校野球選手権大会には背番号3の一類主権投手として出場京都大会では6試合中4試合で先発を任された末にチームを2年振りの本大会出場に導いた本大会では長崎日大高校との3回戦で先発したが 2点を失った末に4回1、3で降板。チームも4から5というスコアで敗退した。高校からの卒業後に日本体育大学へ進学すると1年時の春からは首都大学野球のリーグ戦に登板。2年次から先発に定着した。4年次の春季リーグでは14試合中13試合に登板した末にチーム通算20回目の優勝に貢献。 さらに、リーグ新記録の10勝、リーグ大記録の5完封を記録したことから、MVP に選ばれた。在学中には、リーグ戦通算で63試合に登板。22勝18敗、防御率2.07、175奪三振という、成績を残した。2011年の NPB ドラフト会議で、中日ドラゴンズから4巡目で指名。 契約金4500万円、年俸1200万円という条件で、中学校、高校での一学年先輩である、大野雄大とサンドチームメイトになった。背番号は35。2012年には、新人ながら、2軍のウエスタンリーグ公式戦で、開幕投手に抜擢。23試合に登板したが、2勝7敗、防御率4.06という成績で、 一軍公式戦への登板機会はなかった。2013年には4月28日の対広島東洋カープ6回戦7回裏に一軍公式戦へデビュー。中継ぎやクローザーとして起用される一方で7月4日の同カードでは一軍公式戦での初先発も経験した。一軍公式戦では通算で13試合に登板したものの 勝敗はつかなかった。2014年には、ウエスタンリーグ公式戦18試合に出場。投手としては1勝4敗、防御率5.96と振るわなかったものの、打者としては11打数5安打、打点3打率45、455超打率、727という好成績を残した。しかし、一軍公式戦への登板機会はなく、10月1日に、 球団から戦力外通告を受けた。わずか3年間の在籍で戦力外通告を受けたため、通告の直後には社会人野球の複数のチームから入部を打診されていた。しかし、日本体育大学への在学中に指導を受けた、公式野球部監督の古城高俊から大学への復帰を進められたことがきっかけで、現役引退を決意。 在学中に志していた指導者への転身を視野に学生野球資格回復研修を受講した。2014年12月2日付で自由契約選手として NPB から講じ。2015年1月30日付で日本学生野球協会から学生野球資格回復の適性を認定されたことによって同協会に加盟する大学。 高校の野球部を指導できるようになったため、同年4月1日付で、日本体育大学の公式野球部に、投手コーチとして復帰。中日の投手時代に、チームメイトの山本正から受けたアドバイスをもとに、指導法に正解はなく、選手が100人いれば100パターンの教え方がある、選手の成長を妨げないというモットーを掲げながら、松本渡る。 東島イサムタスク、吉田大輝、森博人と,といった右投手を4年時の NPB ドラフト会議で2巡目までに指名されるレベルへ育て上げた。2018年4月からは公式野球部での投手指導を続けながら大学院体育科学研究科の博士前期課程でコーチング学やバイオメカニクスを研究。2020年3月に修士の学位を取得している。 ストレートで最速時速 147km を計測していながら通常の当番ではストレートの急速を時速 140km 前後にとどめる代わりに請球を重視カットボールカーブフォークチェンジアップなどの変化球で打者のタイミングを外していたすべての球種を低めに投げられるほどの請球の良さが持ち味で 中日2年目の春季2軍キャンプでは、当時2軍監督だった、投手出身の鈴木隆正から、お前のチェンジアップは一級品とのお墨付きを得ていた。吉本工業に所属する、お笑いコンビ、日本の社長の辻は実刑。ありがとうございます。